ニーカップダム。ニーカップダムは、北海道ニーカップ郡ニーカップ町、二級河川、ニーカップ川本流上流部に建設されたダムである。北海道電力が管理する、発電用ダムで、高さ102.8メートルのロックフィルダム。日高、上川管内にまたがる、大規模広域電源開発計画、日高電源一貫開発計画に基づき、建設されたダムで、 北海道電力が管理するダムとしては最大。地下式のニーカップ発電所による出力20万キロワットの用水発電を行い、静内川に建設された高献発電所と共に本計画の中枢として重要な位置を占める。ダムによって形成された人造湖は河川名を取ってニーカップ湖と命名された。ニーカップ川は日高山脈の最高峰であり、 日本百名山にも選ばれているポロシリ岳を水源と、し、上流部は、岩清水渓谷をはじめとする謙遜な峡谷を形成しながらおおむね南西に流路をとって、太平洋に中河川である。流路延長 77.3km、流域面積は402.1平方 km で、東隣を流れる静内川に次ぐ規模の二級河川であり、流域には、 日本有数のサラブレッド生産地を抱える。ダムはニーカップ川の上流部に建設されたが、ニーカップ川には上流部より奥ニーカップダム、ニーカップダム、下ニーカップダム、岩清水ダムの4ダムが建設されており、ニーカップダムは上流部から2番目に位置する。ダム名は河川名より付けられたが、この名はアイヌ語のニカップ、ニカップギの川に由来すると言われている。 日高電源一貫開発計画においてニーカップ側、水系水力発電所、ダム群の中核を担うフグシップ的な存在であるため、ニーカップの名が付けられた。先に完成している奥ニーカップ、下ニーカップの両ダムは、ニーカップダムからの位置的関係で、奥、または、下が関されている。1951年、昭和26年日本初送電が、 ポツダム政令に基づく電気事業再編政令の発布によって全国級電力会社に分割、民営化され、北海道では日本発送電札幌支店と北海道拝電が合併する形で北海道力が誕生した。北海道電力は当時日本各地で行われていた大規模電力開発を北海道でも実施すべく同等の十勝川水系において十勝ぬかびら系。 電源一貫開発計画を日本発送電から継承する形で着手し。ところが、当時の北海道電力は経営基盤が弱く、直ちに計画を遂行できるだけの資金力が不足していた。このため同計画は1952年、昭和27年に発足した特殊法人、電源開発に委ねざるを得なくり、十勝ヌカベラに変わる。 新たな大規模開発計画を立案する必要に、駆られていた。一方、北海道うちでは、北海道開発調設置に伴い北海道、総合開発計画がスタートし、北海道の豊富な資源を有効活用して、日本の生産基地とするべく地水、灌外、工業地帯整備など多方面にわたる開発計画が、構想あるいは着手されていた。 これらの施策を軌道に乗せるためにはインフラストラクチャーである電力供給が不可欠であったが、当時の北海道における電力供給は、宇流川の宇流発電所のほかは小規模な発電設備しかなく、本州などに比べるとその整備は遅れていた。加えて室蘭市や苫小牧市など、いぶり市長においては製鉄やパルプ工場の拡充、空知市長においては夕張市や三笠市、 足別市など炭鉱地帯の採掘増加によって電力需要が増大。従来の電力供給では相場逼迫することは明らかであった。北海道総合開発の進展及び自社経営基盤強化の観点から北海道電力は十勝ヌカベラに代わる新たな電源地帯候補を探索し、その結果選ばれたのが日高山脈であった。日高山脈は アルプス山脈やアンデス山脈、ロッキー山脈と同時期に日高増山運動によって形成された山岳地帯で北海道随一の謙遜な山脈である。冬季は数メートルに及ぶ積雪、夏季も比較的雨が多くとし平均の降水量は2000ミリに達するタウ地帯であった。降った雨は急流を形成して一気に太平洋まで流れ、 水源から川口までの高低差、落差の幅も大きい。こうした条件は、水力発電を行うには最高の条件であるが、ここの河川の流域面積は、比較的狭いことから、単独の開発では十分な電力供給を行うに、足りなかった。そこで、日高山脈を水源とする主要水系、無川、猿川、新ーカップ川、静内川の四水系に、大小十一箇所のダムと、 水力発電所を建設し、それらをトンネルで連結して不足する水を融通する子で効率的な発電を行い、最大67万キロワットの電力を北海道一円に供給する遠大な計画を北海道電力は1951年より構想し、1956年昭和31年より着手した日高電源一貫開発計画である。 この計画では、ニーカップ川と静内川に、それぞれ1億立方メートル級の大容量貯水池と、大規模出力を有する中核水力発電所を建設するが、それを有効に機能させるため、ムカワやサル川よりニーカップ川、そして静内川へ導水させるトンネルを建設する、方針とした。このため、第一段階としてサル川やムカワの開発を先に、実施。 続いて猿川から導水するトンネルとそれを活用した発電所の建設を第二段階して実施し、大容量貯水池と大規模発電所はそれらの完成後に第三段階として着手する方針に定め、まずは第一、第二段階の事業が進められた。1963年、昭和38年奥に E カップ発電所が難工事の末に完成。 静内川支流の春別川に春別発電所も運転を開始し、同時に建設が進められた猿川、ニーカップ川、静内川山水系を連結するトンネルが完成しての融通が図られるようになった。これにより、大規模な調水池、発電所を建設しても十分な出力が保てる目処がついたことなどにより、ニーカップ川にニーカップダム、静内川に高堅ダムの二大ダムを建設し、 合計で40万キロワットの電力を発生させる第3段階に着手することとなった。日高電源一貫開発計画の第3段階である中枢水力発電所の第1段として着手されたのがニーカップダムとニーカップ発電所であり、1970年昭和45年により工事が着工されたのである。ダムを建設する際には地形、 地質、降水量、河川流量などの基礎的なデータの調査が必須である。これを専門的には予備調査と呼ぶが、日高電源一貫開発計画では、計画が構想された1952年より、生町に北海道電力は、前線基地として、静内調査所を設置、ニーカップ川と静内川上流の調査に入った。だが、当時日高山脈奥地は、 謙遜な山岳地帯と強国、冬は氷点下30度以下に達する厳しい気候が人を寄せけず、人石未踏の地であった。ニーカップ川流域でも川口に近いニーカップ町では、あまり積雪がなくても、岩清水、下、ニーカップ、ニーカップ、奥ニーカップと上流に行くにつれ積雪と慣例の、度合いは増す。計画に従事した社員や従業員の娯楽に、麻雀があったが、 これになぞらえて、ニーカップ側は上流に行くにつれて一フ E ファンずつ冬が厳しくなると評された。静内調査署員は、地元の長老などを案内役に立て、ニーカップ、静内地方のポーターを指す、断固の力を借りて、ボーリング機材などの測量資材、食料、寝具、ドラム缶風呂などを背負い、 調査所からニーカップ川上流部の約 40km 区間を10日から20日間かけ、険しい山岳地帯を縦走した。こうした調査により1955年、昭和30年夏、大規模貯水池を建設するのに適当な地点、現在のニーカップダムサイトが発見される。当時利用されていた1920年、大正9年即図の地理調査所地図には咲いていない地形であった。 その後は、同地点をベースキャンプとするため板張りと単屋根の掘ったて小屋を建設。これを北電ニーカップマンションと名付けて調査拠点とした。マンションを拠点に、ダム周辺の地形、地質調査は行われ、発電の整備を左右する水量計測も実施されたが、水量の調査は継続的に行わなければ正確な数値は測定できないため、 氷点下30度にもなる陶器も行う必要があった。しかしダムサイトは、周囲が完全な国有林であり人火などは当然なく、やむを得ず諸院がマンションに一人残って、玄関の中を水量計測することに言った。福心の水曜日調査は終了したが、この間流域自治体であるニーカップ町が、ニーカップ側の水を静内川側へ、流域変更することに難色を示した。 ニーカップ川の流水が、静内川へと結果的に奪われるからである。灌溉用水として取水する水量の減少、川口閉塞による治水上の問題、漁業環境への影響など、調整の根幹に関わることからニーカップ町では、ニーカップ町議会電源開発特別委員会が設置され、事業者の北海道電力との間で交渉が持たれた。しかし、 北海道電力とニーカップ町議会電園、開発特別委員会との間の交渉が難航。町側従来通りの流水量保障を求めたが、北海道電力は計画の大幅変更に関わる、取水量減少要求に難色を示した。最終的には、町側が譲歩し、減水による影響を、北海道電力は最小限に抑制するということで合意が成立した。 こうして下流に建設された岩清水ダムから河川維持放流を行うことが決定するまで着工は伸びた。ダムと発電所は1970年より建設が開始されたが、奥にーカップダムや春別ダムのように自然災害による災いも少なく、またすでに下流に下にーカップ、岩清水ダムが完成していることもあって、工事用道路も整備されており、他のダム、 発電所工事に比して難易度は少なかった。だがこの辺りは現在でもヒグマが頻繁に出没する地域であり、従業員への被害はなかったが、ニアミスも多々あった。このため何人かの北海道電力社員が、狩猟免許を取得して、地元のハンターと共に会に当たるということもあった。大規模なダムではあったが、約4年という短期間で、ダムと発電所は完成し、 1974年、昭和49年8月に発電所の1号機が運転を開始。同年11月に2号機も運転を開始して、北海道電力の水力発電所としては、高圏発電所と並ぶ最大級の発電所が運転を開始した。しかしこの陰で7名が労働災害で、4名が自然災害による崖崩れに巻き込まれて殉職している。 ニーカップ発電所は地下式の自流混合式用水発電所として建設された。北海道初の用水式発電所であり、現在完成している。北海道内のすべての水力発電所では1983年、昭和58年に完成した日高電源一貫発計画のもう一つの中核施設である高献発電所と並ぶ最大級の発電所である。当時は、 オイルショックで国産再生可能エネルギーである水力発電が再認識されていたこと、および内営発電所や伊達発電所など新鋭火力発電所が続々建設されており、火力発電との連携が可能な揚水発電が注目されていたこともあり、大きな期待を背負っての運転開始であった。猿川の火水も利用する奥にイーカップ発電所から放流された水は、 ニーカップ湖に蓄えられる。そして下流に1969年、昭和44年に完成した下ニーカップダムの貯水地、下ニーカップ調整地との間で用水発電を行う。ピーク時発電であり、エアコンが頻繁に使用され、工場の操業も多くなる柿や暖房器具が頻繁に使用される陶器において、電力需要がピークとなる際に、 下ニーカップダムと相互に水を運用することで、再20万キロワットの発電を行う。また、発電後放流される水が、下流のニーカップ町に影響を及ぼさないようにするため、貯水池で放流量を平均化し下流への水量を一定に、させる逆調整地として、岩清水無が利用される。岩清水ダムでは、ニーカップ町と北海道電力との間における、取り決めにより、 灌漑や漁業への影響を抑制するため、ニーカップ川の正常な流量を維持する目的で、河川維持放流が常時実施されている。下流の河川環境に配慮をしながら、ニーカップ発電所で使用された水の一部は岩清水、調整地からトンネルを通じて春別ダムへ送られる。春別ダムからは、静内川に建設された静内ダムと高見ダムへ送水され、 発電能力の増強、維持に利用されている。静内ダムの場合には、ニーカップダムの完成によって、一定量の水量が確保できるようになったことから、ダムに付設する静内発電所の増設が実施され、1979年、昭和54年に全面運転が可能となった。このように、ニーカップ発電所は、日高電源一貫開発計画の中心事業として、 北海道のインフラ整備に貢献した。しかし2007年、平成19年中国電力の土用ダムに始まった発電用ダムデータ改ざん問題は全国の電力会社へ拡大し社会問題となったが北海道電力においてもニーカップ発電所の発電設備データが1974年の運転開始から改ざんされていたことが社内の内部調査で判明した。 ダム本体への安全性に直接関わる問題ではないものの、電力会社の信頼を失墜させる結果となった。利水ダムにおける治水への責務の詳細は、日本のダム利水ダムの分類を参照。ニーカップダムは発電専用ダムであり、多目的ダムや治水ダムのように治水、すなわち洪水調節目的を持たない。だが、ニーカップダムでは洪水地にも、 治水効果を上げることが可能になるような運用が実施されている。水力発電に適する河川は反面、暴れ川として流域に水害を及ぼしやすい。実際にイーカップ川は1955年と1956年の2年連続で大水害を引き起こし、ニーカップ町は一面水没という被害を受けている。これは、サル川やム川、シズナイ川でも同様であり、 流域町村は、電源開発の促進も、さることながら、治水対策の充実、すなわち、多目的ダムの建設を要望していた。当時は新河川法の改定前で一級、河川、二級河川の分類がなく、北海道開発局が治水を主に担当していた。被災自治体の要望もあって、開発局は、イブリ、日高の主要河川にも多目的ダムを建設する計を構想した。 この折、向川には、有仏軍シムカップ村に高さ103メートル、総貯水容量が3億5、000000 000、000立方メートルと締まりない頃を大幅に量がする赤岩ダム計画を発表。ニーカップ川でも、ニーカップダムを多目的ダムとして建設す構想が存在していた。だが、赤岩ダム計画が、シムカップ村全村の官民一体となる。 反対運動で1961年、昭和36年白紙撤回、ニーカップダムの多目的化も資金面や1964年、昭和39年の河川法改正でニーカップ側が二河川となったことで、開発局の管轄から離れたことなどもあり、多目的ダム構想も立ち消えとなった。しかし、河川法改正、1965年の河川法施行令 さらに1966年、昭和41年の建設消火選挙区長2によって、ニーカップダムのような治水目的を持たないダムでも、治水に対する責任が明確化されたこともあって、ダム建設において、貯水容量の一部を治水に活用する方針を取った。具体的には、ニーカップ湖の総貯水容量から水力発電に使う。 有効貯水容量を差し引いた残りの容量を治水容量として活用する。その容量は2、500万立方メートルであるが、これは1998年、平成10年に完成した多目的ダムに、風谷ダム、猿川に匹敵する大容量である。これを利用し豪雨の際にはできる限り洪水を貯水し、下流への影響を抑制する。こうして、ニーカップダムは、 水力発電のみならず、目的外ではあるが治水にも利用されニーカップ町の安全に貢献している。なおニーカップダムと並ぶ本計画のもう一つの柱、貢献ダムは河川管理者である北海道が事業に相乗りし、国庫の補助を受けた補助多目的ダムとして計画が変更されている。ダムによって形成された人造湖、ニーカップ湖は奥多摩湖、小河内ダム、 玉川に匹敵する面積を持つ大神造庫であり、北海道内でも屈指の規模を持つ。湖周辺は原生林で覆われ、静寂な雰囲気を漂わせる。湖半島岸にはニーカップ湖キャンプ場がある。また、ニーカップ湖は釣りのスポットでもあり、山メやアメマスの他体長1メートルにも及ぶ巨大なブラウトラウトが釣り上がるという。 このため大物を狙う釣り客が訪れるが、ダム、湖周辺は、ヒグマが多く出没する地域であるため十分な注意が必要である。ちなみに、北海道では1990年代以降、ヒグマによる人的被害が増加している。ダム本体には立ち入ることができるが、発電所は立ち入り禁止である。ニーカップダム、ニーカップ小屋は公共交通機関では、 JR 日高本線、ニーカップ駅が、最寄り駅であるが、ダムまで行く公共交通機関は存在しないので、車で行くことになる。国道235号を、ニーカップ泥火山付近で左折し、直進、北海道道71号ビラトリ静内線に、入って、ビラトリ町方面へ進み、途中ニーカップ川を渡る橋の手前で道道を離れ、林道に入り直進、 あとはひたすら北上する。途中、岩清水ダムと下ニーカップダムを通過し、ニーカップダムへと至る。ニーカップ駅からは車で約1時間40分程度である。ただし林道は途中からつぶての大きいダート道となり、福音森号が比較的困難な道路となる。普通乗用車でも通行は可能だが、絶えず激しい振動に襲われながらの運転になるため四輪。 駆動車の方が等である。また、好天時には通行止めになる危険性があり注意。なお、ニーカップダムより奥ニーカップダム方面は途中でゲートが設けられ施錠されており、通行には北海道電力の事前許可が必要となる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。